はい、どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、おはようございます。おむすびチーターです。まあ、今回なんですけど、交換会ですね。12月12日から交換会来ると思うんですけど、それに関して、僕の無課金アカウントですね。まあ、こちらの方のアカウントで、皆さんが欲しい選手がいれば、そちらの選手を、交換会出そうと思ってるんで、もしよかったらコメント欄にね、書いてほしいなと思い、紹介していこうと思います。はい。ということで、早速見ていきたいと思います。一応ね、コメントが多かった選手を交換会出そうと思ってます。去年もね、僕こっちのアカウントの方はそうやってやって、山本選手とかギータとか千賀とかを出したような気がします。はい。一応こっちのアカウントはね、僕が2018年の時に、友達に勧められて入れたんですけども、全然ねプロスピハマんなくて面白くなくて、正直、それで一回消しちゃったんですけど、一回このアカウントは消したんですけど、そしてスマホがね、新しく変えたタイミングで、今のこの日ハム人生の方のアカウントを新しくプロスピ始めようと思って始めて、そっからハマってってやってるって感じで、このアカウントは一回2018年にやって、そっからね、一旦やめたんですけど、この、いつだろうな、2019年ぐらいの10月ぐらいから、前のスマホでもちょっとまたプロスピやってみようかなと思って始めてるんで、Sランクは結構います。けどイベントとかはね、ほとんどやってないんで、無料10年とかね、その辺でゲットできてる選手だけいます。ってことで、早速見ていきたいと思います。稲葉選手、サブロ選手、島選手。結構ね、だから古い選手とかも多いんで、則本選手とかね、則本選手とかね、これ2018年のシリーズ。あとね、レベルとかね、特訓限界突破が進んでないのは本当申し訳ないです。はい。けどね、できるだけね、古いリアリティの高い選手とかもいるんでね、あと宮西選手とかね。これはね、エキサイティングかな、宮西選手。あと通常も2019年のやつと、あと、どうですかね。ロペス選手とかね。あと近藤選手。山田テスト選手とか。あとこれあれなんだっけ、期間限定のジュニアトーナメント。ジュニアトーナメントの松井選手とかね。ぜひ皆さんコメント欄でね、お願いします。一応ね、多かった人を公表しようかなと思ってます。そしてね、僕のこっちのアカウントのリーダーか、キャプテンか、ずっと鍵谷選手なんですよね。その鍵谷選手もね、結構ね、パーム持ってて、正直言うと僕の日ハム人生のアカウントでめちゃめちゃ欲しい選手の一人です。はい。鍵谷選手は極まってます。あとはね、結構 S ランク何人いるかな？ジャクソン選手は確かシルエットだよね。山本選手とかね。外選手、これはね、アーティストじゃないんですよね。あとなんか、写真変更してるやつ、平選手。ぜひぜひいますかね。結構 S ランクはいますよね。モネルとかタイトルホルダー。逆にね、イベントとかほとんどやんないで、たまったエナジーでガチャと無料10年とかだけでここまでね来てるんでね、そう考えたらやっぱ S ランクはね、排出めちゃめちゃしやすいんだなっていうのを改めて思いました。マル選手とかね、ぜひぜひ皆さんコメントお願いします。クワラ選手、高橋選手はエキサイティングね。あと、木南選手、平野選手、森脇選手。ぜひよかったら、行ってください。ぜひね。どうしようかな。このコメント欄でね、多かったなと思う選手をね、日にち何日間だったっけ ?5 日間、4日間ぐらいあったから、確か。合計20人ぐらいかは出せると思うんでね。また交換会で出た選手も出そうと思ってるんで、強い選手が当たれば。ぜひ皆さん、コメント本当にお願いします。そんなね、めちゃめちゃ強い選手は揃ってないんですけど、ぜひよかったらお願いします。あと、純正アカウントの方は、本当にね、ガチでやっていくんで、こんな、選んでくださいみたいなことはできないんです。そこは、すいません。この無課金アカウントの方だけです。はい。っていうね、今日の動画は、無課金アカウントの紹介と、この交換会の選手、欲しい選手、誰かっていう動画でした。全然まとまってなかったと思うんですけど、最後まで見ていただきありがとうございました。普段はね、日ハム純正で、生放送を中心にやってるんで、もしよかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ということで、おちちー。